時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、ジャガチョコ芳醇ミルク。ブルボンの塩味の効いたポテトスナックとチョコレートを組み合わせたチョコスナック、ジャガチョコシリーズ。新しく発売されたのがこちら、ジャガチョコ芳醇ミルク。塩味の効いたサクサクと香ばしくフライした波状のポテトスナックを芳醇なミルク風味のチョコレートでコーティングし、甘じょっぱ系に仕上がっているとのことです。縦型のカップ形態のパッケージに入っています。では今日のおやつ、ブルボンのジャガチョコ芳醇ミルク、いただきます。甘じょっぱ系ね。皆さんは好きですか？待って、見つけちゃった。ジャガの矢が牛になってる。牛がいる。これ多分みんなよく見ないと見つけられない。ぜひ牛見つけてみてください。すごいちっちゃいところにね、こういうねこだわりが見つかりますね。ではオープン。お、あー、触った感じしっとりしてますね。結構ウェッティーな感じ。ではいただきます。うん、今牛みたいな声しちゃった。うん、あれ、うん、うん、これですね。なんか今までマンチタイムで食べてきた甘じょっぱポテトチップスとはなんか違う感じがしますね。今まではどっちかというとこう甘じょっぱい、甘さとしょっぱさの比率が同率なものだったり、しょっぱいが勝ってることが多かったんですけど、今回はですね、甘いが断然に勝ってます。8-2ぐらいかな。うん、うん、うん、なんかチョコが見た感じだとこの茶色いので、なんかもうガチチョコかなと思ったんですけど、ミルクチョコでした。結構ミルキーな、だから牛がいるんですね。牛を主張したかったんですね。結構牛効いてます。すごいミルキー。うん、美味しい。なんか牛乳飲みたくなっちゃいますね。あと最初しっとりだけど噛んだらサクサクっていうのもすごく面白いです。 ZIP FM 77.8